戦の最中に和歌のやりとり、風雅を返した教養ある武将、難波田典重。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は難波田典重について紹介していこうと思います。戦国武将ならばまず戦に強いのが第一。しかし同時に教養も持ち合わせていたらよりかっこよさが増しますよね。今回ご紹介する難波田典重は強大な御北条氏に立ち向かう勇敢さを持ち、同時に教養あるエピソードが伝わる武将です。なんと合戦の最中に和歌のやり取りをしたというんですが、一体どんな武将だったのでしょうか。じっくりとご紹介しましょう。難波田氏とは、難波田氏は平安時代後期から室町時代にかけて武蔵の国、東京都、埼玉県、神奈川県一部を中心に活動した武家集団武蔵七党の流れを汲み、この中の村山党金子氏から派生したと言われています。武蔵の国入間郡難波郷、埼玉県富士見市難波田地区を拠点としたことから難波田氏を名乗ったようです。難波田典重は扇ヶ谷通上杉家に仕えた武将です。最初は正直と名乗っていました。当時の関東について少々ご説明しておきたいと思います。古賀久保、もともとは鎌倉久保と、それを補佐する関東管領山の内上杉家、そしてさらにそれを補佐する扇ヶ谷通上杉家がいましたが、関東での戦国時代の到来となる京徳の乱が情勢をめちゃくちゃにしていました。京徳の乱が収束しても両上杉家の内紛が起き、それを治めた功労者太田道灌が暗殺され、長京の乱に突入し、さらに事態は泥沼化していったのです。さらにそれが御北条氏の勢力拡大を許してしまい、典重が登場する頃には古賀久保、両上杉家、御北条氏がしのぎを削り合う状態でした。上杉友貞を補佐する。典重が仕えたのは扇ヶ谷通上杉家当主上杉友貞でした。友貞は父上杉友興が御北条氏に拠点の江戸城、東京都千代田区を奪われてしまい、川越城、埼玉県川越市に逃げてくることになりました。この御北条氏の脅威に対し扇ヶ谷通上杉、山之内上杉氏は敵対しますが、なかなか勢いを削ぐことはできずにいたのです。そんな中で父の死去に伴い、天文6年1537年に友貞が後を継ぐと、典重は13歳という若い主君に忠実に仕えました。おそらく自分の息子くらいの年の差だったと考えられます。というのも友貞は大永5年1525年生まれで、後に典重の娘婿となる太田資政が大永2年1522年生まれなので、主君を保護し御北条氏と対峙。さて代替わりしたばかりでその主がまだ少年となると、そこは御北条氏がつけ込む格好のチャンスでした。そのため北条氏綱は7000の兵を率いて友貞のいる川越城に攻め込んできたのです。まだ実戦経験もほとんどない友貞は対抗する術もなく敗走し、典重のいる松山城、埼玉県比企郡吉見町に逃げ込むしかありませんでした。自分をまず頼ってきた主君を典重は丁重に迎え、松山城で保護することにしました。実は川越城で起きた戦で典重は3人の息子と甥を失っていたといいます。その悲しみを払拭するかのように典重は軍を再編して戦況の立て直しを図り、さらに攻め寄せてきた北条氏綱軍に対峙したのでした。敵将と歌のやり取り、その名も松山城風流合戦。攻め込んできた御北条型の武将の中に山中主膳という武将がいました。典重の軍と対峙した彼は一旦引く気配を見せた典重に対し、なんと和歌を読みかけたそうです。
あしからじ、よかれとてこそ戦わめ、何か南畑の裏崩れゆく。よかれと思って主のために戦うはずなのに、どうして南畑殿は逃げていくのか、と少々挑発気味な感じの和歌でした。これに対し、のりしげはさらりと和歌で応じます。君を着て、あだし心を我も束、末の松山波も越えなん。実はこの和歌、古今和歌集に収録されているものです。パクリ？と思われるかもしれませんが、そういうことではないんですよ。遠い側妙に古典を引用したのりしげの教養深さがすごい。この歌の本来の意味は、あなたを差し置いて私が浮気心を持つことがあれば末の松山を波が越えてしまうことでしょう、というもの。末の松山とは今の宮城県多賀城市にある松で、決して波をかぶることがない松と言われています。そのため末の松山を波が越えるというのは絶対に起きない、万が一にも起きるわけがないという意味で使われていました。そしてこの歌を山中主膳の読みかけに対して返した宣茂の意図は、主を差し置いて私が目先の戦に挑むなどとんでもない、そんなことをすればご北条軍に松山、松山城のことが飲み込まれてしまうだろう、というものだったのです。生死をかけた緊張状態にあって、遠い側妙にこの和歌を古今和歌集から抜き出して返してみせるというのは、もはや凄技としか言えません。それだけ宣茂が古今和歌集など古典に親しみ、教養深い人物であったことがわかりますよね。肝心の戦の行方はというと、宣茂らが再び奮戦し、見事敵を退けることに成功したのでした。とはいえ、これでめでたしめでたしというわけにはいきません。御北条氏との戦いはまだまだ続いていくのでした。扇ヶ谷津上杉家と山之内上杉家の和睦を成功させ、古学坊まで加えて御北条氏に対抗。一度は御北条氏を退けたとはいえ、宣茂の主君上杉友貞が落ち目であることは変わりありませんでした。しかし宣茂は彼を支え、強大さを増す一方の御北条氏に挑み続けていくのです。天文10年1541年、これまで不仲だった扇ヶ谷津上杉家と山之内上杉家が和睦を結び、一致団結して御北条氏、この頃は北条氏康に対抗していく姿勢を鮮明にしました。これを成立させたのは宣茂の手腕だったといいます。そしてこの時、宣茂は山之内上杉家の当主上杉憲政の一字をもらって宣茂に改名したとも伝わっていますよ。しかもここに上杉氏とはやはり不和となっていた古学坊足利晴氏までもが加わったのですから、宣茂の交渉力の凄さがうかがえます。こうして宣茂は御北条氏に対抗する大きな流れを生み出したのです。このことは敵である北条氏康でさえも、今回の首謀者は南畑宣茂と認めたほどでした。川越宵草で敗北、まさかの古井戸に落ちて落命。天文14年1545年、両上杉連合と古学坊の軍勢が御北条方の手に落ちていた川越城を包囲しました。連合軍の数は8万にも上ったと言われています。これが川越城の戦い、川越宵草ともです。御北条方は次期8万と謳われた優勝北条綱重が率い、わずか3000の兵ながらも半年にわたり籠城戦を続けていきました。ただ半年という時間の長さが連合軍に気の緩みをもたらします。隙ができた連合軍に対し、今川氏との戦いから駆けつけた北条氏康が策を仕掛け、奇襲によって連合軍は敗走してしまったのでした。その死者数は1万3000から1万6000にも達したそうで、ひどい負けっぷりでした。乱戦の中で宣茂の主上杉友貞は討ち死にしたと言われています。一方宣茂はというと、なんと古井戸に落ちて命を落としてしまったというんです。なんでそこに古井戸が、蓋のないマンホール的なものだったのか、よく見えなかったのか、
いずれにせよ思いもかけない最後だったようですよ。友貞の死に伴い扇ヶ谷上杉家は断絶します。則重の息子や甥はすでに世を去っていたので、娘婿である太田助政が一時的に家督を継いだとも言われていますね。ただ助政が太田本家を継ぐことになったため、則重の姉妹が母だったという別の甥、上田智直が則重の後を継ぎましたが、彼はやがて御北条氏に就くことを選ぶのです。まとめ。1. 難波田氏は武蔵七刀の流れを汲み、扇ヶ谷上杉家に仕えた。 2. 則重は上杉友貞に仕えた。 3. 北条氏綱に城を追われた友貞を保護した。 4. 敵将と戦の最中に歌のやり取りをしたという。 5.古今和歌集の中の和歌をさっと返すという教養深さだった。6、両上杉氏の和睦を成立させ、古賀久保を味方に引き入れた。7、御北条氏との川越宵戦で敗れ、古井戸に落ちて死んでしまった。戦の最中でも和歌のやり取りがさっとできる、実に風流な武将だった則重。頭のいい人だったのでしょう。それにしても、この最後はあまりにも意外すぎて、ちょっと途方な最後でした。戦場では足元も気をつけないと。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。